このメンバーで演奏してから、ジャンベの池田君を呼ぼうかなと思ってるんですが、思いのほかうちのメンバーが疲労困憊なんで一曲飛ばしていきたいなと思います。ジャンベの池田君を迎えたいと思います。皆さん大きな拍手でどうぞよろしくお願いいたします。もうほんとね、横浜から来てすぐなんで私服です。 T シャツがやばいですよ。鼓膜をぶち破れて書いてますかね。皆さん鼓膜をぶち破らないように気をつけてください。彼が叩くこのジャンベという楽器は、西アフリカの楽器でございます。彼との出会いも長くて、今日も、その当時の担当の方も来てくださってますが、私がビクターからメジャーデビューをするときに一緒にレコーディングにも参加してくれたり、僕のコンサートには必ず付き合ってくれてて、実は20代の時から、お互いが20代の時から一緒に演奏をしてきたメンバーです。彼は横浜出身でございますが、このアフリカの楽器と日本の太鼓が、セッションするとこうなるんだというのも、ご覧いただけたらというふうに思います。あーちゃん、よかったらマイクをちょっとフロントに立ててもらって、皆さんに少しだけ聞こえやすくなる程度で。これね、アフリカの楽器っていうのがすごいんですよ。もう本当正直生でも皆さんに届くぐらい強い楽器なんです。僕のね、大太鼓ぐらいじゃもう実は彼にかなわないパワーがあるんですが、今日はちょっと皆様によく聞こえるように少しだけマイクを立てさせていただきたいと思います。今度のコンサートも一緒にやりますが、逆炎の鬼という、もう切っても切れないというタイトルで作ったタイトルでございます。逆炎の鬼です。どうぞお聴きください。